この動画ではお皿の洗い方とお風呂での体の洗い方について写真や絵を見ながら学習していきます今回の目当ては洗い物マスターになろうです前半は正しいお皿の洗い方後半はお風呂での正しい体の洗い方について学んでいきます まずは、お皿の洗い方です。洗い始める前にそれが濡れないように腕まくりをします初めにお皿を水ですすぎましょう次にスポンジを濡らしてから洗剤をつけます 洗剤をつけたら、スポンジを軽く握ってよく泡立てましょう。泡立てたスポンジでお皿を洗っていきます。汚れているところはよくこすりましょう。表側が洗えたら、裏側や縁もしっかりと洗いましょう。 お椀を洗うときも同じように行います。底の部分や縁の部分もしっかりと洗いましょう。こちらはコップの洗い方です。そこに汚れが残りやすいので、よく見ながら洗いましょう。汚れが落ちたら泡が残らないように水でよくすすぎましょう。 すすぎ終わったら水をよく切りましょう水をよく切ったら立てかけるようにして乾かしますお椀やコップは底を下に向けて乾かすようにしましょうここまでできればあなたも洗い物マスターです 慣れてきたら一人でできるかやってみましょう。ここからはお風呂での正しい体の洗い方についてです。はじめに頭を洗っていきます。まずはお湯で髪をよく濡らします。次に、 シャンプーを出して手のひらで軽くこすります頭につけたらよく泡立てましょう頭を洗うときは爪を立てずに指の腹を使いましょう頭の前側を洗っていきます 右側と左側を洗っていきます。頭の後ろ側も洗いましょう。洗い終わったら、お湯でよくすすぎます。泡が残らないようにしましょう。続いて、顔を洗っていきます。 顔の皮膚は柔らかいので優しく洗いましょう首を洗います後ろ側も忘れずに洗いましょう続いて胸とお腹を洗っていきます右腕の外側内側を洗っていきます 左腕の外側、内側を洗っていきます脇の下やお腹の横を洗っていきます背中を洗っていきますスポンジやタオルを使うと上手に洗えますお尻を洗っていきます 股の部分を洗っていきます。タオルなどでこすらず、手で優しく洗いましょう。足の内側を洗っていきます。続いて、足の外側を洗っていきます。太ももやふくらはぎの後ろ側も、 忘れずに洗いましょう足首を洗っていきます足の裏も洗うようにしましょうここまでしっかりできればあなたも体の洗い方マスターです一人でできるように頑張りましょう